新田貞方は南北朝時代の武将、新田義貞の孫で、新田義宗の長子、兄弟とされる岩松三鼓と横瀬貞氏があり、後に岩松氏と横瀬氏の養子となったという、品濃国で生まれ育ったという、少年期に父義宗が死去したことにより、代わって一族の脇屋義則が新伝統を指揮したが、 長じて、道の区国の南朝方拠点であった、霊山城に赴き、脇や義則と合流、南朝方を指揮する。一時は、欧州で勢力を誇り、伊達白らと相馬し、足柱を攻める。しかし、北朝方が盛り返し、敗れて地下に潜伏する。厳中九年、明徳三年、南北朝の合一がなった。しかし、合一条件はすぐに保護にされ、各地で、 南朝残党が、後南朝として、活動を再開する。関東では、鎌倉久保を、足利光兼が、病床に伏せ、明日をも知れぬ状態となる。これを知った貞方は、関東の旧南朝勢力に書状を出し決起を促した。これがもとで、貞方の潜伏先が鎌倉府に露見し、貞方府氏は侍所、千葉兼種に囚われた。 王永16年7月22日、祖父、吉貞ゆかりの鎌倉七里ヶ浜で着死の邸国と共に切られた。または、没年は翌王永17年の説もある。定方の竜とされる堀江氏が現存する。ありがとうございます。